レビの初仕事っていうのが最初侍だって言われたんですよね。どう侍でいいじゃんって、やっぱり侍俺ぐらいしかできないだろうと思って、でパームビーチのあのとこまでロケに行って、ではい衣装って衣装が渡されたのが真っ黒だったんですよ。真っ黒なあの上着とパンツと地下旅みたいなのと、忍者じゃんと思って、あまあ忍者とね侍間違えることもあるのかなって、あ忍者なんだと思って、であのそしたらメイクにあのメイクしてもらうから、こうやってメイクして、次にあメイクもしてくれるんだと思って行ったら、いきなり真っ黒のスプレーをブワーってかけられて、で「はい」って渡されたのが、何かこう剣道の面みたいなマスクで、あのいわゆるあのスプレーはその面 の, あの隙間から顔が見えないようにするためだったらしいんですけど、それをかぶって「侍です」って言われて。まあうまくはなった、英語がうまくはなったとか、その発音があんまり日本語の発音ないねって言われたりするようなこともたまにあるんですけど、それでもやっぱりこっちのネイティブの人たちに比べれば全然足元にも及ばないし、言えないこともいっぱいあるし、そういう意味ではやっぱりハンディキャップがあるなってっていうのはありますよね。始めた頃は今の何言ってたか分かんないって言われたようなそういう経験もありますけど、それはまあ最近なくなってきたんですけど、やっぱりこうもっとはっきり喋ってくれないと分からないとかっていうような指摘が来ることもやっぱりありますから、ある意味こう日本人を離れた役っていうのもやってみたいなとは思うんですけど、やっぱりオーストラリアってそういう最近のアメリカとかイギリスとか の, あのプロダクションに比べてまだまだ非白人の役者っていうのを使えてない、ところがありますんで、なかなか難しいですね。思うんだけど、やっぱり日本人としてこっちでやってきて英語でなんとか芝居もしようとして勉強もしたけど、でもやっぱりオーストラリア人、いわゆるそのこっちで生まれ育ったオーストラリア人になれるわけではない、そういうことに、そのことに対してなんか引け目を感じたところってあると思うんですよね。いくらやってもこの人たちと同等のレベルには立てないんだって、でもなんかよく考えてみたら違うもんじゃんみたいな同等のレベルとかそういうことじゃなくて違うもんなんだから、よく考えてみれば、ね、2つの文化でどっちでもいけるよっていうような利点であるわけだから、それはもっと自分で自分を褒めてやっていいんじゃないかなって思ったりすることがあるんですよね。